です。さやかです。お願いします。お願いします。お前さ、はい、健康診断とかどうせちゃんと受けてへんやろ。受けてない。受けなあかんで。いや。いやいや、お前ほんまいい年やねんからさ。ちょっとな、俺どうせそうやろな思ったから。怖い。俺がな、昔からお世話になってる先生の病院紹介したら思てんねん。いや。いや、お前、行けてほんまに。いや、ほんま何の心配もいらんから、そこの先生から。怖い。でも、石井の紹介です、言うて行ったらちゃんとサービスもしてくれる。俺、なんぼ安なっても行きたない。別に安なるとかそういうことではないよ、そら。そうな。健康診断受けて異常値が出たとしてもちゃんとそこは正常値に書き換えて出してくれはるから。え、何がええのそれの。え、健康診断受けて高い数値が出てもそこはちゃんと抑えてサービスでっていうことでやってくれ。それサービスなってるそれ。大丈夫、心配いらんで。え、えぐいとこ行ってるやん。何がよ、やば。先生に異常ありますって言われたら薬飲まなあかんで。でも異常ないですって言うてくれはるから飲まなあかん薬も飲まんでよくなんねや。飲まなあかん薬は飲んだ方がええやろ絶対。心配飲まなあかんって言うてるやん。俺のおかんもお世話になってんねん。心配おかんはやめといた方がええんじゃん。ちょっと前にこけておかんがな、足痛い言うて病院で見てもらったら骨折、全治2ヶ月の骨折です言われて、で心配やな言うてセカンドオピニオンで見てもらおうか言うてうちの病院に連れてったらちゃんとそこの先生に骨は折れてます。それは無理やろ絶対。骨折は無理やって。お前だってその先生に見てもらってなかったらおかん骨折れててん。まだ骨折れてんだおかん。めちゃくちゃお前のおかん現在進行形で折れてんで。ほんまにお前な、セカンドオピニオンの使い方間違いまくってんだお前。何が。セカンドオピニオンで見つからん病気を別で見つけてもらうねん。なんでお前見つかった病気セカンドオピニオンで消しに行くねん。はい、そんな使い方せえへんの。とにかくお前さ、ほんま病院行けってお前。絶対や。大丈夫、絶対何の病気も見つからへんから。だから嫌やねん。なんで絶対見つからんの確定してんのに行かなあかんねん。お前行ったほうがいい。お前何地元のボロボロのクリニックか何かそれ。いやそれ大きいとこではないけど、いやその、あの屋台。屋台屋台屋台の病院。屋台の病院。うちの地元であの病院っていう上りさしてぐるぐる回って。アウトー。絶対すぐ見つけれるよ。アウトー。無免許確定。いや大丈夫やからお前。やばいとこ、お前ようそんなとこ入ったなお前。いやそれはラーメン食いたいな思って入ったら病院やったから健康診断受けた。お前よう行けたなそれで。ラーメンの口からバリウムの口行けたお前。とにかくお前そこ行けてええから。見たいから行くわ、もうええわ。どうもしゃー。